尿素回路。黄色の円は、ミトコンドリア膜の輸送系。尿素回路、または、オルニチン回路は、ほとんどの脊椎動物に見られる、代謝回路の一つ。肝臓細胞のミトコンドリアと細胞質において、発現し、アンモニアから尿素を生成する。最初に発見された、代謝回路であり、1932年に、ハンスクレブストクルツ・ヘンゼライトによって発見された。 尿素回路の反応速度は N アセチルグルタミン酸の濃度に依存している。なぜなら、第1段階の反応であるアンモニアと炭酸からカルバモイルリン酸を生成する反応を触媒する酵素カルバモイルリン酸シンテターゼアイは N アセチルグルタミン酸によってアロステリックに活性化されるためである。アミノ酸分解の速度が上がると、 その脱網の反応によりグルタミン酸の合成速度が上がり、これがシグナルとなって、N、アセチルグルタミン酸の合成速度が上がる。その結果、CBSI が活性化されて、尿素回路が活発になる。N、アセチルグルタミン酸は、グルタミン酸 N、アセチルトランスフェラーゼによって、グルタミン酸とアセチル COA から合成され、特異的ヒドラーゼによって分解される。 反応系の第4段階で生成したフマル酸は、クエン酸回路と同じ経路で、オキサロサク酸に変えられ、等身性に使われる。1L、オルニチン2カルバモイルリン酸 3L、チトルリン4アルギニの小白酸5フマル酸 6L、アルギニン7にオ,オソえるアスプエル、アスパラギン酸 CPS-1、1カルバモイルリン酸シンターゼ i o t c オルニチントランスカルバモイラーゼアスアルギニノコハクサン、シンターゼ ASL アルギニノコハクサンリアーゼアーグ1、アルギナーゼ11段階目の NH プラス4、ハコマイナス3は n h 3 c o 2 h 2 o に等価である。ゆえに、尿素回路の総括反応式は、NH3CO2 アスパラギン酸酸,酸、ATP3H2O 尿素フマル酸に、 ADP2πAMPPH2OF フ丸酸とアンモニアはアスパラギン酸に変換され同時に PH2O2π の反応が起きるのでこれも含めると 2NH3CO2 酸 ATP3H2O 尿素 2ADP4πAMP 深刻生物にはカルバモイルリン酸合成酵素 I とカルバモイルリン酸合成酵素 I の2種類のカルバモイルリン酸合成酵素がある ミトコンドリアにある CPSI はアンモニアからカルバモイルリン酸を合成して尿素回路にそれを供給しサイトゾルにある CPSI はグルトミンの網の元からカルバモイルリン酸を合成してオロト酸を経由するピリミジン塩基の生合成経路に供給しているカルバモイルリン酸合成酵素 I 欠損症ではカルバモイルリン酸合成酵素 I が不足して 高アンモニア血症や精神症状を呈することがある。常染色体劣性遺伝による先天性体射上症。ありがとうございます。